今回のクローズアップ宮崎、テーマはこちらです。今回は木のぬくもり、木と育むと題してお送りします。はい、本当木の香りとかね、温かい手触りって心癒されますもんね。そうですよ ね。県では幼少期から木材の良さやその利用の意義を学ぶ木育という木材利用に関する教育活動を行っているんですね。木育ですか、うん、本当にこれ興味深いですね。そうですよね、はい、今回はその木育プログラムに取り組む認定こども園を取材してきました。それでは参りましょう。木のぬくもり、木と育む。3、2、1、9。皆さんこんにちは。おしめこどもニュースの時間です。キャスターの星くらるのです。新潟もゆうのです。今回は木についての特集です。るのちゃんは木は好きですか？はい、大好きです。毎日森や木に囲まれて遊んでいます。木の良さって何でしょう？はい、なんと言っても木のぬくもりがいいですね。そうそう、木の匂いもいいですね。今宮崎県では木育プログラムに取り組んでいるのを皆さん知っていましたか？詳しいことを県の福田さんに聞いてみましょう。はい、幼少の頃から木と道具を使って木製品を作る経験を通して子どもの成長を促すとともに木への理解を深めるためのプログラムです。県内では年少さんから年長さんまでの成長段階に合わせた木育プログラムの開発や木育指導者の育成に取り組んでいます。ここで木育プログラムに取り組んでいる子ども園と中継がつながっています。清水さん。清水です。私は日南市にある四季の森こども園にやってきました。園内はですね、木で作られた遊具がたくさんありまして、子どもたちが元気に遊んでいます。そしてこちらはプールなんかも帯杉で作られていて、至る所に木のぬくもりが感じられます。こちらでは年長さんが器用に道具を使って木工作品作りに励んでいます。中山園長、園児たち何を作ってるんでしょうか？ひな束箱という収納ケースを作っています。園児は3つのステップで今日に至ります。年少さんは紙やすりなどを使用して木と触れ合い、年中さんはノコギリで木のおもちゃを作ります。年長さんは木育プログラムの集大成として原能、ノコギリなどを使用して一つの作品を完成させます。指導を行うのが徳尾夏樹先生と吉永貴子先生。実はお二人、木育リーダーとして木育活動の計画実行の中心的役割を担っています。徳尾先生、木育リーダーについて詳しく教えてください。はい、木育リーダーとは日常保育の中で安全に木育活動が行えるよう、木材や木工道具の基礎知識を身につけ、木育プログラムを実践することのできる保育士などのことです。木育の先進地である岐阜県にも視察に赴き、日々の指導に生かしています。頼れる指導者がいるから園児の腕前も飛躍的に上がるんですね。私も園児と一緒にノコギリを使用してみました。はい、もうこの断面を見ていただければ、もうこの出来は一目瞭然ですけども、あおちゃん何歳だっけ？5歳。5歳ですよ。このね、ノコギリ使い、やっぱりね、先生たちのご指導の賜物だと思いますし、皆さんもね、ノコギリ好きなんだよね。ノコギリ大好きです。毎回近隣の住民の方が木育地域サポーターとして参加、園児の作業の支援を行っています。子どもたちと楽しい時間を共有する世代間交流の場としても活用されています。自分の技術を教えられますし、子どもたちと楽しい会話ができるので毎回元気をもらっています。木の大切さを知ってもらおうと紙芝居もプログラムごとに制作。こちらは昭和の中頃まで日南市の沿岸漁業で使われていた木造帆船チョロ船のお話。なんと絵やストーリーはすべてオリジナル。園児は帯杉の魅力や木を大事にする心を育んでいきます。
木育プログラムを体験することで園児たちにも変化があったようですね。はい、木と接することで想像力であるとか物を大事にする心が芽生えました。木育はただ物を作るだけでなく子どもが成長する力を育む有意義なプログラムだと思います。本当に素敵なプログラムですよね。現場からは以上です。清水さんありがとうございました。続いては県産材を使った木製品の話題です。続いてやってきたのが宮崎市にあります障害福祉サービス事業所紅葉園です。こちらでは県産材を使用した木製品を作っているんです。紅葉園は障害を持つ方の就労支援、働く機会の場、生活介護の場を提供し、必要な訓練および支援を行っています。引田さん、こちらたくさんのこのお部屋には木製品がありますけれども、すべてこちらで作られたものなんですか？はい、そうです。現在14人の利用者の皆さんが創作活動に携わり、約30種類の木製品を制作しています。こちらなんかとっても可愛らしいですね。子どもさんが遊べる黙々キッチンです。宮崎市のふるさと納税品としても選ばれています。お子様でも扱いやすいコンパクトサイズで、お部屋のインテリアとしても人気が高いんですよ。こうした木製品は木育活動においてはどのように役立つんでしょうか？木製品が身近にあることで、日常的な木との触れ合いを通じて木への親しみや木の良さなどを感じることができます。またプラスチック製品と異なり、古くなっても削るなどのお手入れをすることで新品同様にできるという利点があります。子どもたちにお手入れをしてもらうことで、物を大切にする心を育むことにも役立ちます。そしてこちらには美しいお盆が並んでますね。はい、これは伝統工芸士の技が光る商品で、1点ずつ利用者様が手彫りで作っております。これを作っているのが田村和也さん。先天性の聴覚障害を持つ和也さんは、昭和48年からこの施設に通い始めました。持ち前の器用さと努力で技を極め、令和2年には県の伝統工芸士として認定されたのです。こちらが田村さんが手掛けた作品です。どれも芸術的な美しさを放っています。主にろくろを使用し、場所によって自分で作った6本のカンナ棒や7種類のバイトと呼ばれる道具を使い分け、長年の経験と図面を頼りに作品を仕上げます。さまざまな木製品は紅葉園をはじめご覧の場所で販売されています。長く使えるのが気の良さですね。では福田さん、最後に一言どうぞ。木育は木に関する知識を学ぶだけではなく、木で作る表現活動を通して豊かな自然によって育まれる命の素晴らしさを知り、愛おしさを感じ、助け合うことや感謝することを学びます。10月は宮崎の木で作られたおもちゃを県内のお住まいの方12名に抽選でプレゼントします。また宮崎アートセンターにて県産材フェアを明日まで開催しています。ぜひ遊びにお越しください。おしみやこだまニュース、そろそろお別れの時間です。またどこかでお会いしましょう。さようなら。はい、まずは何といっても子どもニュースキャスターの皆さん、はい、本当に可愛かった。上手でした。上手でした。家でいっぱい練習してきてくれたそうです、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。そして子どもたち、躊躇なくノコギリとかトンカチを使っているところにも驚きましたし、遊具ももちろんですけど、食器、給食の食器なんかも木製品を使っていて、当たり前に小さい頃から木材に触れ合うという環境、素晴らしいなと思いました。そして宮崎県産材フェアをですね、宮崎アートセンターで明日まで開催しています。皆さんもぜひ実際に木を触れて、木に触れてその魅力感じてみてください。以上、クローズアップ宮崎でした。